ヒーローズヒーローという不思議な本があります。綴られているのは様々な英雄たちの物語。戦国の勇者伊達政宗、フランスの革命児ナポレオン、天才物理学者アインシュタイン、この本を書いたのは現代のヒーローガクト。ガクトの記憶に眠る英雄たちの物語を今夜ガクトがあなたに語りかけます。英雄は結構カッコつけるんだ。まっすぐ進むだけ、自分のイメージする結果へまっすぐ。戦国時代、生き残りをかけて逆境を乗り越える強さを身につけた伊達政宗。いじめられ孤立していた少年ナポレオンの探求と挑戦の日々。常識にとらわれない子どもの心で夢を育み、ついに宇宙の真理を見出した物理学者アインシュタイン。時空を超えたヒーローたちの世界へ、あなたもガクトと共に旅立ちませんか。こんばんは、ガクトです。僕は462歳、人よりもほんの少しだけ長く生きてきたから、いろんなヒーローたちに出会ってきた。戦い続けるヒーロー、弱きを助ける心優しきヒーロー。ヒーローにはさまざまな生き方や強いスピリットがあったな。僕は彼らから大きな力を受け取って、今を自分らしく生きている。今日は彼らとの出会いから僕が感じたことをみんなに伝えたいと思ってる。その前に僕が一緒に連れて行きたいゲストを紹介しよう。石田美久ちゃん14歳、彼女は僕のヒーローたちから一体何を感じ取ってくれるんだろう。まだ何も知らない彼女をそっと迎えに行ってくるから、ちょっと待ってて。今日の撮影はうまくいった？はい。そっか、じゃあ大丈夫だね。この後は打ち合わせがあるからそれ解散だけど大丈夫？大丈夫です。そっか、はい、お疲れ様でした。うん、お疲れ様。ミクちゃん、ガクトさん、すっごい本。
ミクちゃん、何か探し物？ガクトさん、いえ、こんなところに図書館があるなんてびっくりしました。そう、ガクトさんはここよく来るんですか？いや、時々昔の自分を思い出すときにね。昔の自分？ここに眠ってるんだ、僕の462年分の記憶が。462年？一応僕は462歳だから。ここにはね、462年前からのヒーローたちが眠ってるんだ。ヒーローたち？ヒーローズヒーロー、ガクト？僕に本当の強さを教えてくれたヒーローに会ってみるかい？100年にわたって続いた戦国時代、それは弱い者が滅び強い者が生き残る弱肉強食の世界。織田信長、豊臣秀吉、徳川家康、多くの武将が戦いに明け暮れていた頃、奥州、今の東北地方でも生き残りをかけての戦いが続けられていた。米沢の名門伊達家の17代、独眼流の異名で知られる伊達政宗が僕の一人目のヒーロー。政宗は一代で奥州を統一した戦国の英雄だ。でもそんな政宗も子供の頃は劣等感に苦しんだ傷つきやすい少年だったんだ。1567年、伊達政宗は米沢城で生まれました。おー、元気な子じゃの。父は我が子に梵天丸という名を付けます。梵天とは神の宿る場所という意味。両親にとって男の子の誕生は天からの授かり物と思えたのです。ところが、梵天丸は5歳の時、疱瘡という重い病にかかります。生死の境をさまよい、高熱に苦しむ梵天丸。しかし、当時この病気を治す術はありませんでした。やがて梵天丸は奇跡的に回復します。しかし病魔のためにその右目を失ってしまったのです。見えない。具合はどうじゃ？梵天丸は不安でした。なぜ母上は来てくれないのか。あの優しかった母がぷっつりと見舞いに来なくなってしまったのです。そんなある日、
傷もだいぶ癒えてきた梵天丸はふと自分の顔を見ようと池を覗き込みます。水面に映った恐ろしい顔、梵天丸は初めて母のよそよそしさの理由を知りました。伊達家の家臣たちは噂します。伊達家の殿となるべきお方は強くなくてはならぬ、梵天丸様には武将は務まるまい、お世継ぎがあのようでは我々の将来も心配でござる。家臣たちだけではありません。母までもが生まれたばかりの弟を可愛がり、梵天丸を邪険にします。母上、いいね。愛する母親の心から自分の存在が消えていく、そんな悲しみを梵天丸は一人こらえるしかなかったのです。少年の心はとても傷つきやすい。政宗は幼い頃に病気で目を失ってとても心が傷ついていた。でも本当に苦しんでたのは信頼する彼の母親や家臣、彼らに裏切られたことだった。でも彼は負けなかった。僕のヒーロー政宗は負けなかった。ミクちゃんだったらどうする？すごく寂しいと思う。戦国時代に生まれた梵天丸は傷ついた心、コンプレックス、それを乗り越えるだけの強さを手に入れる必要があった。逆境をバネにする強さ、それを手にする必要があったんだ。その頃、梵天丸は禅宗の僧、古斎宗乙について学んでいました。ある日、古斎は梵天丸に思いがけない言葉を投げかけます。若、若はもっとへそ曲がりにおなりなさい。しかし梵天丸にその意味は分かりません。すると痛い。若、古斎は言います。若は少々素直すぎる。痛い時には痛くないと言い、泣きたくなったら笑いなさい。戦国の武将たるもの、痛い悲しいでは生きてゆけぬ。それを克服するためにへそ曲がりになるのだ。伊達家の殿となるべきお方は強くなくてはならん。あの梵天丸様のような身では。私はきっと強くなってみせる。和尚。どうじゃ若、痛いか。和尚、分かった。梵天丸は痛くない。
ある日、梵天丸は次女に連れられ不動明王を祀る近くの寺を訪ねました。闇の中に浮かび上がった不動明王の顔を見て梵天丸は不思議に思いました。仏様ならば優しい顔をしているはずなのに、不動明王は恐ろしい顔をして睨んでいる。なぜあんなに恐ろしい顔をしているのか、そう聞く梵天丸に寺の僧は答えます。お不動様は人間の心に取り付く邪心を追い払うためにあんな怖いお顔をなさっておられる。お顔は恐ろしくとも人間を思いやる慈悲の心をお持ちの仏様なのです。僧の言葉は梵天丸の心を打ちました。不動明王は外見は恐ろしくとも強く、そして心は優しい。人間だって同じだ。外見だけで決まるものではない。私も不動明王のようになりたい。ある日、梵天丸は苦手な剣術の稽古に励みます。しかし一方の目が見えないため遠近感がつかめず、なかなか打ち返すことができません。違う、もっと引きつけてつけ。このままではいけない。ここからでもかかってこい。梵天丸は思い切った策を取りました。わざと目が見えない側を敵に向けて立ったのです。油断して打ち込んできた敵を梵天丸は見事打ち返しました。弱点を逆手に取る術を身につけたのです。天正5年、梵天丸は元服、藤次郎政宗と名を改めます。梵天丸は伊達家の主となるにふさわしいと認められたのです。自分の逆境、目が見えないことを政宗は利用して、そして自分の剣術を極めていった。コンプレックスの顔も、人は外見ではなく人の心を思いやる気持ちこそ大切だと悟っていった。そうやって幼い頃に苦労をして、そしてマイナスをプラスにする力、ヒーローの魂を手に入れた。僕も幼い頃、体が弱くて、どうして自分はこんなに体が弱いのか、そうやって自暴自棄になった、そんな時もあった。でもある時、自分が何かをクリアすることで、こんな体でもクリアできることで、僕と同じように体が弱い連中や勇気をきっかけを求めている、そんな子たちの笑顔を手にすることができた。これから政宗がどうなっていくのか見てみよう。天正9年、梵天丸改め伊達政宗の初陣の日がやってきました。この時政宗は若干15歳。3000の軍勢を率いて戦地へと赴きました。人を殺し、殺されるかもしれない戦、しかし恐ろしいからといって逃げてはおれぬ。政宗の戦いぶりに勢いを得た伊達家の軍勢は
失った領地を取り戻します。戦いに勝ち、このまま進軍し続けようという武将たちの意見を押しとどめて、政宗は父照宗に思いがけないことを進言します。父上、勝っては汚らず、今年のこの地の収穫、この地の今年の収穫は久しぶりに農民に取らせましょう。領主は民の心を捉え、国を豊かにしなければならない。収穫を戦で踏み荒らすことはない。子供の頃、不動明王の教えに触れた政宗は、人を思いやることの尊さを知っていたのです。若くして民の苦しみを思い、国の未来まで見通す政宗の度量に武将たちは驚きました。政宗の進言の後、伊達勢の戦いぶりは一変します。春から夏にかけて戦をし、秋の収穫期には戦を終える。収穫を心待ちにする農民をもっての計らいでした。天正17年、24歳で政宗は奥州を統一、114万石の大名となりました。政宗は強さと優しさを併せ持つ戦国の勇者として長く語り継がれることになったのです。逆境をプラスにするだけじゃなく、人の痛みまで分かるようになった戦国の勇者、僕の一番のヒーロー伊達政宗。政宗が僕に教えてくれたのは、自分の欠点や人生の悲劇はどう捉えるかでその後大きく変わる、考え方が一番大切なんだって、そういうことなんだ。もちろん強がってた部分はあると思う、子供だったし。もしかしてガクトさんもそんな子供だったんですか？最初はね、誰かに勝ちたくて、自分の良さが嫌いで、そうやって勝ちたくて勝ちたくてしょうがなかった。でもね、途中から自分が何のために戦ってるのか少し分かったような気がする。僕は自分の弱さに負けたくない、勝ちたいのではなくて自分自身の気持ちに負けたくない、マイナスをプラスにする、その力を僕は彼から手に入れた。逆境をバネにする強さを。もう一度本を開いてごらん。